こんにちは、塾の久保ですストーンさん、ちょっとね、今回、内密なお話なんですけども、この2年間、株式投資で100%勝つ方法があるって言われたら、100%なんて絶対ないでしょう。逆に100%っていうと、またまた、詐欺が来たと思いますよね。でも、一応ね、今までのところ100%勝ってるっていうのは、結果論としては言えると思うんですよ。で、これからも100%勝てるとは、これは言ってませんからね。そういう意味で言うと、 まあ聞いてもいいのかなと思いましたんでちょっと聞いてみたんですよでその方法ってのはねうんなんかその航空券らしいんですよ航空券のこの株式航空系の株式っていうのは今ガタ落ちだと思いますけどもそれでもね権利日っていう日には優待目的の人が開業を始めるんですよねうんだから直前は必ず株価が上がるという風なところを狙ってこの2年間 うんと権利日の1ヶ月前に仕込んで、で、権利日の5日ぐらい前に、直前にですね、売るっていう形で、ずっとプラスを重ねてるそうなんですよ。で、これは結果として本当にそうみたいなんで、まあ、ありえない話じゃないかなと思うんですけども、ストーンさんいかがお感じでしょうか。これをネタにしてね、一本動画を作ってもらってもいいんですけども、今回は、あの、私からはね、ストーンさんへの動画は、公開動画にしてませんけども、限定公開にしてますけども、まあ、よろしかったらね、あのー、公開、 設定で返信をいただければと思うんでですねでこれに対してねちょっといろいろとおー、まあ、データをグニャグニャグニャしてみたんですけども、まあ、これはこれでいけなくもないけどもちょっとした懸念材料がありますんでこれをちょっとねまとめたのがありますんでそれをちょっと読ませていただきます。えっ、ー、とね東京証券取引所ま東、あ、証なんですけどもプライム移行により権利確定日を狙っ た取引は塞がれる可能性があるっていうふうにねまあ、こういうふうなレポートが出てるんで確かになぁと思ってるんですよちょっと難しい話になりますけども東証一部上場の条件と維持には2000人以上の株主が必須だったというねことがありましたですので無名企業とか東証一部維持にこだわる企業っていうのは、うん、本業と関係のないクオカードなどをね 小口の投資家にばらまいて2000人を無理やり維持してててきたたっっっいいいうそううそ実績っていうかね過去があったんですよしかしですね新たに始まるプライムの条件と維持には800人以上の株主数となるため株主数の維持が問題だった無名企業とか東証一部維持にこだわる企業のハードルが下がって、うん、無駄なコストを切るべく既に30社近くがあの優待を廃止してるっていう、ね、事実がありそうなんですけどもこれは本当ですかね ちょっと私株式がわからないんで、あのー、30社ぐらいがね優待を廃止してるなんてことちょっと私聞いたことがないんですけど本当にそうかもしれませんねでこれをね海外の投資家さんから見ると株主優待を廃止して配当を上げてほしいっていう声も強いわけですから、うん、今後さらなるこの改善というか解約が続くんではないかなと、うん、優待を廃止する会社が増えるんじゃないかなと思うんですよでもちろん、ね、今回お話したように 権利確定日は株主優待だけではなくて、配当狙いっていうのもありますから、取引に使っている企業が株主優待の手厚い人気のある企業だったら、今後、思ったような利益とならない可能性があるのかなと思うので、深追いは禁物かなというところもあります。いかがでしょうかね。こういうふうな懸念材料も私の方では考えられることと、あとね、先ほど前半でお話したように、あの、権利日、これを狙って、うん、 1か月ぐらい前に買って、その、その権利日確定の5日ぐらい前に売り抜けるっていうので、薄く薄く利益をね、引っ張ることはできるんじゃないかなと思います。もしこれがまあまあ、あの割のいいものだったら、初心者の方はこうやって株についての取引の練習とか、相場の慣れるというかね、相場で稼ぐ実績を作りながら慣れていくっていう方法はできるんじゃないかなと。もちろんこれで資産を築きましょうって話じゃないですよ。ででもこういういににしてて本当に株で勝てた っっってててていいいう風なとところを積み上げていって自信を持っていただくとかね少なくとも取引の経験を積んで取引自体に抵抗がなくなるみたいな入り口は作れるんじゃないかなと思いましたんで今回こういう風なね動画を送らせてもらいましたそれではありがとうございました